皆さん、こんにちは。レウスです。今日は、フットサルの見方シリーズということで、ボランチというプレーに注目して、どうやってフットサルを見ていこうか、みたいな話をしていきたいと思います。はい。で、皆さんにね、僕が割とフットサルぜひ参考にしてください、みたいな話をするんですけど、やっぱり、フットサルの見方がわからんっていう方がね、結構いらっしゃるので、今回はこのボランチっていうプレーを一つ、きっかけというか、目印にフットサルをね、見るポイントとして覚えて帰っていただければなというふうに思います。それでは早速説明していきたいと思います。で、まず、ボランチっていうプレーなんですけど、ざっくり言ってしまうと、こうやってね、サイドにボールがあるときに、このサイドの選手が内側に入ってきて、ファーストラインに降りてくる動きのことを言います。はい。で、このボランチなんですけど、どういう効果があるかっていうと、例えばこう広がりますよね。で、真ん中に降りてくるわけなんですけど、この時フットサルって基本的にマンツーマンでマークをつくので、こういうふうにね、ついていかざるを得ないんですよね。そうするとここにカバーリングがいなくなるので、簡単に例えばピボに当てた時に、一気に飛び出せば数的優位が作れるとか、あるいは、この降りてきた選手を使ってワンツーをするとかしてあげると、やっぱりね、簡単に突破できるよっていうような、そういうね、狙いがあります。で、このために、ボランチっていうのをやるんですけれども、例えばね、これ試合中で言うと、ボール出して、この選手が広がって入ってくるパターンもあるし、最初からこうやってね、取っといて入ってくるパターンもあるし、いろいろあるんですけど、入ってくることによって、相手をね、こうやって、並ばせるって。ここを、並ばせることで、背後をつきやすくするっていう目的があります。守備側としてはこれをやらしたくないっていうことで、ゾーンでね、守る。若干ゾーンみたいにして守るチームもあります。例えば、ボールがここにあって、ファーストディフェンダー出ますよね。で、こうやって絞ってます。で、これにこうやって入ってきます。広がります。これに対して、ついていかない。で、ついていかないで、例えばここにボールが入ったら、この選手が、二人ね、見る形で、対応しますとか、飛ばされた場合にも、例えば、こっち、その二度追いしますってね。そしたら、ここ、カバリングがいるので、例えばね、降りてこられても、こういうワンツーに対してもカバーリングがいるっていう状態が作れると。こういう守り方をしてくるチームなんですけど、そういう場合は、どういうプレーを狙うかっていうと、広がります。入ってきます。ここに二者管理してくるので、例えばここをね、飛ばしてあげて、引き出したところをもう一回使ってあげるとか。こういうふうに3対2を利用して攻めていく。こういう駆け引きっていうのを狙っていくわけなんですね。Marcel de nuevo, ataca Brasil, Farage, Farage, Farage. Es intenso. Marcel. Aquí está Marlon. La lleva el número 4. Esperaba Marcel. Tuvo que retroceder. これ一個ね、フットサルを見るときに、こう、どういう意図を持ってプレイしているのかっていうのをね、最初ね、もし、わからないようだったら、こういうプレーに注目してね、ボランチ。で、どういうディフェンスが対応するのかっていうのを、見ることで、一個ね、相手の駆け引きを楽しんでもらえたらいいかなというふうに思います。というわけで、今回は、ボランチを使ったプレス回避をテーマに、こういうとこ注目してみると面白いよっていう話をしてきました。面白かったらぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。